初の甲子園に出場し、佐賀県勢として10年ぶりに1勝を挙げた鳥栖工業の選手たちが先ほど地元に帰ってきました。台風7号の影響で予定から大幅に遅れての到着となりました。台風7号の影響で帰りの新幹線が一時運転見合わせとなったため、鳥栖工業の選手たちは予定から大幅に遅れた先ほど午後5時ごろ学校に到着しました。選手たちがバスから降りてくると、教職員や保護者、在校生などおよそ150人が選手たちをねぎらい、大きな拍手が送られました。選手自身一人一人が鳥栖工業らしいプレーをしてくれたので、自分はベンチから見てたんですけど、とても輝いているように見えました。もう素晴らしい舞台で、あんだけこう野球が楽しいと思える時間を過ごせたので、選手たちには感謝です。まあ、憧れの場所だったので、はい、行けてよかったですし、まあ、行ってみて、はい、もう最高の場所でした。甲子園どうでした？もう、はい、これお兄ちゃんとバッテリーが甲子園に決めて、はい、とても楽しかったです。